とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はアップデートが来て、ストーリーが進んでいくね。では、ストーリーをやっていこう。昨夜、元 Y 学園風紀委員長の天海エルナ氏が会見を行いました。私、天海エルナは日本から独立して国を作りまーす。その名もきら星共和国というわけで、 Y 学園の敷地は全部きら星共和国ということになりまーす。なんだそりゃ。独立だと？もちろん Y 学園も日本政府もあらゆる手段を講じて阻止しようとしたわ。だけど各国の首脳陣が彼女の宣言を支持する意向を表明したの。おそらく事前に手を回されていたのだ。これでは私たちには手が出せん。天海エルナは彼女に従う風紀委員会の残党を連れ、力ずくで風紀タワーを占拠。加えて妖怪ヒーローの変身を封じる装置をタワー内に設置したと通告してきたの。確か TJG と言ったかしら。トランスジャミングジェネレーター、つまり変身妨害装置ね。むやみに突入もできないというわけか。じゃあ打つ手なしってことですか？いや、今こそ我々は次のステージに進む時かもしれない。次のステージ？エイリアンとの戦いにおいてそれぞれがバラバラに戦っていては勝てない。思いを同じくする者同士で結託し、奴らに対抗する力を集めなければ。生徒会、学園マフィア、Y剣が垣根を越えて協力するということね。おお、なんか面白そうじゃん。ナイスアイデアだ、霧隠れ君。我々も全力で支持しよう。ではここに進化した生徒会、地球決明生徒会の結成を宣言する。地球決デカ選手権？違うから。それで何か策はあるのかね？キラボシ共和国攻略に向けて一番の障害はやはり TJG でしょう。まずはこれを何とかしなければ。だったらいいものがあるわ。これよ。それは？ Y 剣が開発を進めていた新たなガジェット、 UR ウォッチガイよ。なんかすごそうな新ウォッチ来た。このウォッチは揚力ではなくガイアエネルギーを使って変身するの。だから TJG の影響は受けないはず。ガイアエネルギーって何ですか？強い生命力を持った生命体が星と交信して生み出す特別な力よ。命あるものなら誰もが持つ力だけど、変身できる力を持つ者はほとんどいない。そんな特殊能力を持つ者が都合よく見つかるだろうか。我々の中に使いこなせる者がいれば話は別だが。実はね。それなら心当たりがあります。ガイアエネルギーを操れる人物に心当たりがあるというの？はい、それはマタロウさんです。僕が？マタロウさんには本人すら気づいていない、とてつもなく大きな力が眠っているんです。そろそろ姿を現してはいかがですか？ほう、私の存在を見抜くとは。
アンドロメダオス星人の女、さすがだな。え、誰？私はタイトロン星人、ティーダスと呼んでくれ。どうして僕の体に？私が隕石となって地球にやってきたとき、前世のお前と衝突し、命を奪ってしまった。故意ではないにしろ、そこ知れず申し訳なく思っておる。その詫びとして、私はお前の中に宿り、道を示してきたのだ。じゃあ、時々変なビジョンを見たり、たまたま運が良かったのも。私の力によるものだ。そういえば、強いやつが好きって言っていたバケーラが最初に取り付いたのはジンペイ君じゃなくてマタロウ君だった。それってつまり、ふん、私の力に無意識に反応したのかもしれないな。そうか、やっぱり僕がここまでやれたのは僕自身の力じゃなかったんだ。でも、だったらもっと力を貸して、僕を強いヒーローにしてほしいんだ。残念だが、お前の体はまだ私の強いパワーを受け入れるだけの器を持っていないのだ。僕ではダメなの？そうと決まったわけではない。要は魂の器を広げればよい。私の特訓を受け、真のヒーローとなる力を身につけるのだ。話はまとまったようだな。期待しているぞ、玉田。はい。じゃあ、マタロウ君に UR ウォッチガイを渡しておくね。それとジバ、お前にも解決してもらいたい問題がある。あ、なんだ会長。ミケッティオについてだ。ああ、好きあらばジバ君の命を狙っておるからな。いざという時に、もしミケッティオがトラブルを起こしてしまったら。そうだ、命取りになりかねん。今のうちに和解を試みるべきだ。わかった。まあなんとかなるだろう。言い方軽っ。ちょっといいかしら。あなたたちの耳に入れておきたい情報があるの。最近 Y 学園の敷地内で怪しい影が目撃されるようになった。タイミング的にキラボシ共和国側の工作員である可能性が極めて高いわ。被害が出てからでは遅い。問題が大きくなる前に怪しい影の正体をつかむのだ。わかりました。なんかいろいろ忙しくなってきたな。腹が鳴るぜ。ジンペイ君、腕ね。ではこれより地球決明生徒会の活動を開始する。はい、それでは新しいストーリーが出てきましたね。クエストを見てみると3つ増えてるみたい。憧れたヒーローと妖怪たちのアイデンティティ、ミッション、インポッシブルだね。とりあえず今日は1つやってみよう。 T ラインに変身したいからこれから行こう。マタロウ、あ、マタロウを入れとかなきゃいけないのかな。はい、まあまあ、マタロウの特訓なんでね、あいつは必要でしょう。開始だ。何すればいいんだろうね。砂浜に移動。わかった、入れときます。4人で行っていいんだね。 OKOK、 それなら全然余裕だ。
あ、いたいた。何をするんだい、ティーダスブートキャンプ。なんかブリ隊長みたいな感じだね。ヒーローたるものどんな過酷な訓練でも自信を持って挑戦し成し遂げるものだぞ。さあ準備はいいか。あ、行きましょう。経験値がね、なんかもったいないんだよね。なんか今回のアップデートで600以上に上がるようになったらしいのよね。でも上げるには上限を解放するためのアイテムが必要って言ってたんだけど、まあいいか、2万ぐらいだったらいいや。どんな特訓をするんだい。あ、ただ戦うだけ。なだろう。にしてもまあなんだろうね、今までのクエストと比べると強いね。300台っていうのはなかなかレベルが高い敵が出てくるようになってる。800だよね多分今回の新しいレベルっていうのは。ワニ初めて見た。この敵は初めてのやつだね。よし、今までいなかったやつ。いや、なんかいるな。ボスかなんか出るんじゃない。出ないんかい。マタロウくん、大丈夫？今日はこれくらいにしといた方が。テレビのヒーローは悪と戦うために毎週命がけで戦ってるっていうのに、僕はこんな特訓すらも満足にこなせない。僕にはやっぱりヒーローになる資格なんてないんだ。マタロウ、君は十分にヒーローになる素質がある。足りないのは自信だ。自信とは自分を信じる心、自分の力を信じる強さのことだ。僕はティーダスさんの力でたまたまで生きてきたから自信なんて。いや、君はここぞという時ちゃんと自分の力で乗り越えていたぞ。え、それってUFO 来ちゃったよ。なんか出るの。あー、アニメでも出たね。宇宙人、こんな時に。こんにゃろ、何しに来た。エルゼメキアは天狗、邪魔者は迅速に消すべきだ。エルゼメキアとは別派閥の敵ってこと。そんなところだな。さてと、それでは死んでもらおう。まずはお前だ。え、吹雪さん。マタロウ、お前はどんなヒーローになりたいんだ。悪いやつをめっためったと倒せ、最強のヒーロー。そうか。だけどな、それはじいちゃんから言わせれば最強のヒーローではないな。え？本当に強いヒーローというのは大切なものを守れるもののことだと思うぞ。大切なものを守れるもの。死ね。やめろ。吹雪さんを絶対に助けたい。僕が助けるんだ。マタロウ、自分の力を信じろ。信じるのだ。
タロー、ヒーローになれ。なれる、なってみせる。変身。正義の光で悪を焦がす太陽の戦士ティーダイン。おお、すげえぞマタロウ。マタロウくん、変身か。しかもデータにない未確認体とは。シャーク、面白い。その首、マゼラ様への手土産にしてやろう。お前たちの好きにさせるものか。行くぞ。よし、ついに変身したマタロウ。強いのかな。ちょっと待って待って、使ってみよう。マタロウ使えるの。あ、いや、あ、ちょっと待って、なんだ、俺のコントローラーが悪いのか。あ、だっただった、槍持ってる。槍ですか。あ、で、防御アップのバフが使える。必殺技は、おお、なるほど。その場でパーンって光る感じか。前もね、あのローリングスクリューとかよりは断然使いやすい。おそらくこれ以外にあと2つ必殺技があると思うけども、今それもどんな感じなんだろう。強いだろうか、分かんない。ちょっと試してみたいな。まあボスは楽勝、レベル差があるからね。敵は300半ばとかそれぐらいだったと思うけど、全然余裕だね。怪我はなかったようだな。ありがとう、マタロウくん。はあ、よかった。いや、まだだ。大事な目的を果たすとしよう。行っちゃった。風紀タワーの TJG を破壊してきた。これでもう変身を邪魔されることはない。早っ、もう行ってきたの。え、あの一瞬で。すごい、もしかしたら最強のヒーローの誕生。マタロウ、ついにやったな。うん、ありがとう純平くん。やっと僕もヒーローになれた。純平くんたちのようなヒーローに。おめでとう、マタロウくん。ありがとう、みんな。でも、すごいのは僕じゃなくて、僕の中にいるティーダスかもしれない。けどこれで、本当の意味で純平くんたちと一緒に戦えるようになったんだ。今はそのことを何よりも喜ばなきゃね。マタロウが T ダインに変身できるようになりました。クリアだね。はい、ということで今日はストーリーやっていきまして、マタロウが T ダインに変身できるようになりました。必殺技はまだ一つしか持ってないけどね。ちょっとこれ新しい残りの2つぐらい、3つぐらいあるかな、必殺技を探していきたいと思います。
はい、ではまたねストーリー出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。